バイジュは13世紀中期に活躍したモンゴル帝国の将軍。世界征服者誌、修氏ではバイジュノヤン、ベイジュヌヤーンと呼ばれている。看護資料ではハイジュ。また、修氏ベスト部族氏、スニト部族氏などによるとバイジュはモンゴル部の一派ベスト氏族に属し、ジェベの同族であるという。1228年、トルイ韓国時代に、 ミコオゴデイとの協議によって、イラン方面へチョルマ軍を指令とするチン・イヌ軍の派遣が決定された。これは、ホラズムシャー長のジャラール・ティーンがインドからイラン高原に帰還したとの情報を受けたもので、1229年に第2代モンゴル皇帝となったオゴタイは、チョルマ軍に4つのマンコ隊を授け、チョルマ軍率いるタマ軍はこの年にアムダリア側を渡ってイラン入りした。 バイジュは当初、チョルマ軍直下の先古町であったが、後に4つあった万古隊のうち、第1万古隊の万古町になった。1243年、オホデーの崩御で、モンゴル帝国中央が動揺していた時期に、チョルマ軍機下のイランチン犬軍は、イラン北西部のアーザルバーイジャン地方からさらに西に進み、カイホスロー2世へ率いるルームセルジュー9長軍と交戦して、これを敗北させた。 この巨瀬ダグの戦いによって、ルームセルジューク長は、モンゴル軍に降伏し、同王朝は以降モンゴル帝国に侵入することになった。この時、巨瀬ダグの戦いでの戦闘で、イランチン犬軍全体を直接指揮していたのが、バイジであった。チョルマ軍からバイジに、イランチン犬軍の指揮権が移行したのは、いつ頃だったかについては、世界征服者士、州史には明確な年次が記されていないが、 ガンジャケツのキラコスによるアルメニア誌によると、キョセダグの戦いより2年ほど前、アルメニア歴691年はじめに、イラン方面にいたモンゴル軍諸将に対して発したカーンの直書によって、アシャとなったチョルマ軍に代わりバイジュノヤンがその公認となったという。ルームセルジーク長の敗北によって、周辺のグルジア王国やキリキアアルメニア王国も侵入し、その対処は、 イランチン・イヌ軍とイラン総督府に任されていたようである。1247年初夏、バイジュが大アルメニアの水ス水イスインに中英中に、ローマ教皇・インノケンティウス4世の書簡を携えてきたドミニコ海修道士アンセルムスラ教皇施設が到着した。しかし、教皇施設たちの尊大な態度に立腹したバイジュは、施設との面会を拒絶し、 口述のように書簡の編書のみを渡しておい返している。1246年にドレゲネの韓国を経て、オホデーを継いでその長男グユクが第3代モンゴル皇帝に即位したが、イランチン犬軍の指揮権は1247年にモンゴル高原から派遣されてきたグユクの近親イルチギ隊に任された。このため、バイジは指揮権を一時失っていたようである。 ユク没後のオグルガイミシュ韓国時代も、引き続き、イラン方面の支配は、イルチギ隊が掌握していた。1251年に、トルイケのモンケが第四代モンゴル皇帝に即位すると、イルチギ隊は、モンケ暗殺計画に組みたとして処刑され、バイジは再び、イランチン犬軍の指揮権を取り戻した。その後、クリル隊の決定によって、モンケの皇帝フレグの生成軍が派遣され、 バイジュ期間のイランチン犬軍は、イラン総督アルグンアカやイラン周辺のモンゴルに、基準した、諸政権、北インドのカシミールチン犬軍などの諸軍と共にフレグの指揮下に置かれた。クリル隊の決定では、チョルマ軍以来のイランチン犬軍とそれを率いるバイジュには、ルーム地方へのさらなる派遣が決められていたようである。1256年1月8日に、フレグがアムダリア川を渡って、 イラン入りしたとき、出迎えを行ったのは、イラン総督アル軍らであり、バイジュは、ルーム地方にいて、出迎えに参加していなかったようである。バイジュがフレグのもとに接見したのは、アラムートなどのニザール派の城塞軍が陥落した後、1257年3月末に、カズビーン近郊に到着した時期で、周氏フレグ、ハン・オサムによると、このときフレグはバイジュに対して、 ジョルマ軍の派遣以降の緩慢な征服のため、かえってバグダードのアッパース朝カリフの権威を増大させただけであったとイランチン犬軍におけるバイジュの怠慢を叱責したという。バイジュはバグダードへの征服は都市の人口の多さや軍隊、武装の多さに加え、バグダードまでの街道は瞬間な賛道を多く通り、さらには征服を実行するだけの人員や、 平坦の不足などから実行不可能であったと釈明した。フレグはこれを聞いて怒りを和らげ、来たるバグダード征服への参加と今後予定されるフランスやイングランドなどヨーロッパ遠征への従軍をも命じている。これ以降、バイジは寸弱のヤンやスニタイのヤンなどフレグ幕下の諸将と共にバグダードの戦いに向けてのザグロス山中や イラク方面の諸都市の征服に従っている。バグダードの戦いでは、フレグを本営とする中軍、左翼軍は、キトブカやイルゲーノヤンなどが担当し、バイジュのヤン率いる諸軍は、フレグ先生成軍に従軍していたジョチウルスの王族たちやスニタイのヤンなどと共に、右翼軍に配された。バグダード包囲では、百五十八年一月十三日、先方としてバイジュ、ブカテムル、 寸弱が最初にチグリス川を渡ってをバグダードの西対岸地域に陣取った。当時フレグのシクの町でもあった寸弱のヤンはバイジュとその軍にバグダードに対するチグリス西岸の部隊の前衛取るように要請した。フレグがバグダード市外の東に陣取り本格的な戦闘が開始されるとバイジュはバグダード周辺での戦闘では 主に、チグリス西岸で、ブカテムルやスンジャクと共に行動し、カリフ軍と戦っている。バグダードの征服が完了した後、フレグはヒジュラ歴657年ラマダーン月22日に、シリア遠征に出発した。この時、終シ,シフレグ、ハン・オサムによると、シクトルのヤンとバイジュを右翼軍に、スンジャクのヤンダを左翼軍に配し、フレグ自身は、中軍としていたという。 これ以降、終始フレグ、ハン・を治むには、バイジュの記述がなくなり、他資料でもおおよそこの時期から、バイジュの記述が途絶えている。終始ベスト部族誌によると、バイジュは、ルーム地方での先行を誇り、私こそがルームを復従させたのだと吹聴して、鼻にかけていたため、フレグは彼を召喚し、ヤサの規定に従って、有罪として処刑したという。また、ベスト部族誌によれば、 バイジュの処刑後、彼の財産のうち半分は没収し、バイジュ帰家のマコタ隊は、皇帝、モンケの直令によって、チョルマ軍の息子、シレムーンが支配し、バイジュの息子アダクは千個隊を支配することになったと言う。シレムーンは1270年まで存命し、アダクはそのシレムーンの公認としてマンコ長になったことが記録されている。アダクは、バグダード包囲にも参加し、 続くベルケとの戦闘にも加わっており、おそらく、アル軍時代まで存命し、チョルマ軍以来のイランチン・イヌ軍起源のマンコ隊を率いていたようである。西方で活躍した武将であるため、中国政治の原始には、捨ては立てられていない。画面左側で、ロンバルディアのアスケリヌスが、教皇インノケンテウス4世より所管を託され、画面右側ではバイジ率いるモンゴル軍側に所管を、 って渡している。1245年、ローマ教皇インノケンテウス4世の命によって派遣されたパリのドミニッコ修道会修道士アンセルムス、シモンラ4人の施設が1247年にモンゴル帝国領となっていたアルメニアに到着した。この時にバイジュは大アルメニアの水水案に爆営しており、アンセルムスらは教皇施設として ヨーロッパへの合略を行わないように要求する教皇からの所簡を主行した。アンセルムスらはさらに教皇施設としてバイジとの会見を求めたが、アンセルムスらは教皇の優越性を解き、モンゴルを蔑視する欧米な態度を示したため、応対したモンゴル将校たちは強く反発し彼らの面会を拒否した。モンゴル側は当時のモンゴル宮廷での面接の作法として、 モンゴル王公への献上品の差し出しとサンドの気配を要求したが、アンセルムラ施設団はこれを拒否したため、所管の返答を得るのに九州間現地に泊まり、交渉することになった。この施設団に同行して、記録を残した参加団の指問によると、バイジュは、修道士たちの言動に立腹しサンド施設団を殺害するように命令した、という。施設団はバイジュに面会することなく、 教皇からの書簡に対する返書のみ与えられて追い返されたが、この施設団が持ち帰った梅樹からの返書によると、梅樹は、返書冒頭で教皇に対して、施設団の尊大な態度に、このように話すことを教皇が命じたのかあるいは彼らの独断なのかと問いただしている。施設団は彼を、ベイラのイの名で記している。聖無神聖録、土のエネ、体操皇帝よた上皇ともぎ、 緑版遣いまた生成域。下広都市、モンゴル帝国史研究所説 P98 から99アタゴマツオ、薬中ギラゴス、アルメニア市、E ダロリアのフランス語訳よりの重訳アタゴマツオ東洋史学論集大五巻東在、交渉一31処九1989年、P451 から452、下広都市、 モンゴル帝国史研究所説 P101 から102、下広都市、モンゴル帝国史研究所説 P101 から103、佐口通編、モンゴル帝国と西洋 P63 から65。ありがとうございます。